レッスンなのでレッスン場の部屋にいます。そう、なんか今日なんか私が見落としてたのか知らなくて、今日レッスンあるってことを。そうだから今日の夜ちょうど今頃ね、アーニャしようかなと思ってたんですけど、レッスンなので、そうちょっとできないですね。ねえ、いやー大変だ。そう、アーニャ今日ねやりたかったんですけどね、できなそうです。こんばんは、こんばんは。そうだからね、アーニャの準備してたんですけど、そうまたやる時がね来たらいいです ね。イベント中にやりたかったですね、アーニャ。こんばんは。9時5分前とかになったら教えてください。お疲れ様です。お疲れ様です。こんばんは。こんばんは。イベント終わる前にできるかな。できるといいな。明日からちょうどね、ちょうどイベント期間がすごい一番リハ入ってるんだよね。朝から夜まで。しかも私昼夜公演出るからさ、昼だけだったらなんか早めに終わる人とかもいるんだけど、そう昼だけの人は終わるんだけど、その後夜公演のがあるから、私はどっちにしろ帰れないっていう。コロナになったから明日から仕事休み。そうなの？お大事に。そっか、お大事にですね。こんばんは、こんばんは。合宿免許つらい。免許が、合宿免許、免許合宿、わかんない。免許取る合宿でしょね、大変そう。2週間とか合宿なんですか？それどうやって取るの？わかんない。どういう仕組みなんだろう。
転はできないです。初日から運転あってめっちゃきつく言われて沈んでる。そうなんだ。初日から運転するんだ。なんか免許のさ、教官、免許教官みたいな人でみんな厳しいって言うよね。なんか怖いイメージ。こんばんは、こんばんは。眠い。ペーパー5年でゴールド。わかんない、わからない。どういうこと？こんばんは。こんばんは。今日の服装いい感じ。本当？よかった。ペーパーは運転しないから無事故。なるほど。ペーパーね、紙だけ、免許だけ取った人ってことか。乗らないと怖くなる。なるほどね。最近ハマりだしたものはパズル、パズルです。最近パズルやってました。そう、1000ピースパズル。そう、でもあれはいいね。やっぱまた買おうかなと思います。パズル、自転車乗ってますか？自転車はね、すごいたまに乗るかな。見て、すごいたまに乗ります。まだ完成してないです。あとちょっと、あと何十個かぐらいかな。パズル流行ってるよね。あ、そうなんだ。へえ。何ピース？だから1000ピース。こんばんは。ディズニーのやつ、そう、ディズニーのやつです。
こんばんは。こんばんは。パズル黙々とやるやん。そうだよ、パズルはやっぱ黙々とやんないと。うん。TBC 夏祭りであやねちゃんのこと見てからめちゃくちゃ好きになりました。嬉しい。お話し会取ろうか迷ってます。迷ってる人はね、あの来てくださいって言ってほしいんですよ。だから来てください、お話し会。迷うことはない、何も迷うことはない。そう、ぜひぜひ、もう来ちゃってください、お話し会。パズル難しくないですか？パズルね、難しいけどなんかめっちゃ楽しいです。そう、楽しいパズル。でも1000ピースぐらいが限界ですね、今は。もうたぶん3000ピースとかやったら終わると思う。絶対できないよあれ。なんか妹が前回帰ってきた時になんか3000ピースのなんかどっかの国のパズル持って帰ってきてそれやってたんだけど、本当になんか途方に暮れたっていう、途方に暮れるぐらいのなんか量でなんか全然進まなくてそう諦めた。こんばんは、こんばんは。ピースが多いと置く場所にも困る。そうね。なんか一個一個が割とちっちゃかったから大きさ的には1000ピースのパズルと一緒なんだけど、完成形の大きさは。いやでも本当に数が多かったマジで。もう分かんない。完成したら飾る。そう飾る、ママが飾るって言ってた。でもなんか ほとんどねママがねやってたかな。そう、こんばんは。完成したら見せてください。はい、見せます。パズルって飾るもんなんや。そうだよ、壊してもいいし飾ってもいいし。だから今あのちゃんと固める用の液とかがあるんですよ。パズル完成したらもう崩れないようになんかもう固めるみたいな感じの液があって、 それを塗ると固まるみたいな。のりか、あれのりなのか。そう固めたことないから、完成したらね初固め。のりみたいね。なんかみんなのりってさカタカナで書くからさ、なんかのりでノリで固めるよねかと思った。ノリで固めるじゃなくてノリで固めるよねみたいな。なんかノリでいけるよねみたいなこと言ってんのかなと思ったけど、ノリね、そうノリで固める。そうノリでは固まりません。そうなの、
たらなんかその軽いノリで固めてみたみたいなね。やばい、眠い。海苔なんて大人になったら使う機会ない。確かに全然使わないよね、海苔。わかる、海苔使わないですよね。完成したと思ったら1ピース足りない。あー、そうなったらやだね。それだけは本当に避けたい。テープのり、あ、テープのりね、めっちゃ使ってたわ、大学の時。前髪いい感じ。まあ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 悪くはないでしょう。テープのり世代ね。そう、テープのり便利だよね。でまたレッスン終わったらやろうかなと思います。ちょっと短いですが、とりあえずこれは終わりにします。でレッスンね、終わったらまたやるかもしれない、知れませんので、その時はまた755に書きます。じゃあランキング読みます。13位ふかりょさん、12位つばっさーさん、11位ネスカフェさん、10位ゆうた、エネ中大好きすぎるエネ大福さん、9位わたちゃんエネ大福さん、8位しみずさん、7位スイカエネ大福さん、6位くまくまちゃんさん、5位やすさん、4位ムースさん、3位夏目エネ大福さん、2位はゆせ73さん、1位やすべえさんです。ありがとうございます。ではまた、バイバーイ、ありがとう。